小林博之、小林博之、小林博之、1978年6月4日帯は、埼玉県草加市出身の元プロ野球選手、当主、プロ野球監督。2010年から2012年及び2014年、西部在籍時の登録名は、生命の区切りがない小林博。かすかべ競泳高校からのドラフト会議で、 千葉ロッテマリーンズより4位指名を受けて入団。同校はプロ野球選手を多数輩出しているが、大学や社会人を経ずに直接プロ入りしたのは小林が初めてだ。1年目の1997年は1、軍登板なしに終わった。翌年1998年にプロ初登板を果たした。しかし、1999年と2000年は1軍。 登板はなかった。プロ5年目の終盤から1軍に定着。この年7月9日の対福岡大英ホークス18回戦、千葉マリンスタジアムで、10回表に、藤田総一が、大同点吉見に3段本塁打を浴びて3点ビハインドとなった場面、藤田の後を受けて登板し、1、3回を無失点に抑えると、10回裏の攻撃で、フランク・ボーリックが、 満塁本塁打を放ち逆転サヨナラ勝利となり、小林がプロ初勝利を挙げた。この年は22試合に登板し、防御率3.70の成績を残した。シーズン当初は先発投手として起用されたが結果を出せず脱落、その後セットアッパーに回り活躍した。8回を小林博之、9回を小林正秀とつなぐ投手リレーは、 小林リレーと呼ばれ、勝ちパターンの系統として定着した。また、オールスターゲームにも初出場を果たした。この年は58試合に登板し、防御率2点台と高騰した。開幕からリリーフとして活躍。シーズン中盤に、再び先発に復帰し、先発ローテーションに定着。初の規定投球回と2桁勝利を達成した。最終的に50試合に登板した。 開幕前、当時18歳の女性と入籍。なぜか、交際期間6年という事実と異なる話がルフしてしまう。このシーズンは先発ローテーションの一角として、初めてシーズン通して先発起用され、8月には自身初の月間 MVP も獲得した。しかし2桁勝利には届かず、全体的には不安定な内容だった。は、セパ交流戦中。 打撃では、打率3割に3打点、投げては6試合で5勝0敗という成績を残し、チームの交流戦優勝に貢献。初代の交流戦 MVP も獲得した。交流戦の対読売ジャイアンツ、巨人戦では登板直前に長男が誕生。本人曰く、睡眠時間3時間ぐらいというコンディションで年、投げを見せ勝利を収め。 試合後のヒーローインタビューで長男の誕生に喜びを見せた。レギュラーシーズンでも、清水直行、渡辺俊介らと共に、先発三本柱の一角として活躍し、12勝6敗、防御率3.30の成績を上げた。プレイオフ、日本シリーズでも活躍し、チームの日本一に大きく貢献した、第1回 WBC 日本代表に選出されたが、 渡米中に発熱などで調子が上がらず、本大会で登板することはなかった。また WBC の影響で足を故障し、開幕から出遅れたが、4月26日の対、オリックス・バファローズ戦で、初登板、ニアンダ・カンプー、98球で勝利。その後、シーズン最終登板となった、対西武ライオンズ戦で10勝目を挙げ、2年連続の2桁勝利を、記録した。 翌年1月1日に TBSK で放送されたスポーツマンナンバー1決定戦では初参加ながらショットガンタッチで12メートル50センチメートルを記録し総合6位に入った。は、シーズンを通して先発ローテーションを守り自己最多の投球回を達成。13勝を挙げて3年連続の2桁勝利となった。クライマックスシリーズでも第1ステージ第2戦。 第2ステージ第2戦で先下が、第1ステージでは2回途中6失点の大乱調で敗戦。第2ステージでは足の痙攣が収まらず4回途中に降板した。同年は北京五輪アジア予選日本代表に選出され、初戦の対フィリピン戦を打者3人に脱三振で締めた。背番号はロッテでの41を稲葉敦式に譲って14をつけた。オフには、 ポスティングシステムによるメジャーリーグ遺跡の希望を球団に訴えた、が認られず、総額2億円出来高の2年契約を結んだ。プロ12年目で初めて開幕投手、対北海道日本ハムファイターズ戦に指名された。相手投手のダルビッシュ優と投げ合い、6回途中まで無失点に抑えた者の,の足の痙攣で降板、敗戦投手となってしまった。これ以降は、 右肩痛を発症したこともあり、部長が続き、シーズン5勝12敗、自己ワーストの防御率5.02と、先発としての役割は果たせなかった。は先発ローテーションの一角を担ったが、4勝13敗、防御率4.29という前年同様の不本意な成績に終わってしまった。2年連続で規定投球回未到達に終わった。 救援時には四試合登板で無失点、ホイップ零点七八、被打率百三十と好成績であったため、シーズンオフにクローザーへ転向した。四月六日より登録名を小林博史に変更。九百九十八年から二千七年までは小林正秀が二千八年と二千九年は小林のりが同じ球団に所属していたため、スコアボードや 新聞上では小林博史の表記が扱われてた。2010年シーズンは同性の選手がいなくなったが、本人は小林博史表記に愛着を持っており、小林に対し違和感があったことから山本正と同様に名字と名前の一文字目を組み合わせて名の区別をつけない登録名にしたものであった。シーズンではオープン戦で右肘を痛めたため開幕を憎軍で迎え、状態によっては 長期離脱の可能性もあったが、開幕7戦目となる3月30日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で1軍に復帰し、初セーブを挙げた。4月26日に、海外フリーエージェント権を取得。最終的に3勝3敗29セーブ、防御率2.21、ホイップ1.07と好成績を残したが、開幕から5月まで防御率0.00。 ホイップ0.72、8月には月間防御率0.69、同ホイップ1.08と高騰した一方で、6月には月間防御率5.19、同ホイップ1.73と不調に陥ったほか、9月には月間防御率4.72と救援失敗が相次ぎ、終盤には西部機会でも当番を回避されるなど付き寄って、高不調の激しいシーズンとなった。 オフには夢であった、メジャーリーグを目指し、FA 権を行使、球団は移住せず、宣言残留を認めないことを伝えた。その後、複数のメジャー球団が興味を示していると報じられたが、メジャー契約のオファーはなかった。1月20日、FA 権行使直後より、久保田智行、藤川球児につなぐ中継ぎの軸として、獲得意思を表明していた阪神タイガースと、 初交渉し、阪神入団を表明。推定2年総額5億円で大筋合意した。そして同年に1月28日に入団会見を開き、背番号は、ロッテ時代と同じ、41となった。しかし、シーズン前半戦は6度の救援失敗、うち4敗をキするなど不振で、7月26日の対中日ドラゴンズ戦で遺跡後初勝利を挙げたものの、 調子は上がらず8月28日に2軍落ち、9月30日に再び1軍登録されたものの、10月4日の対東京をヤクルトスワローズ戦で失点を喫すなど、最後まで不安定なままシーズンを終えた。は、先発への再転向を期したが不審で1軍昇格はなく10月2日に戦力外通告を受けた。11月18日にフルス ロッテの鴨川周期キャンプで入団テストを受けたが、2回を投げ6アンダー失点の結果で不合格となった。1月31日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約で合意し、2月14日に契約、スプリングトレーニングに招待選手として参加していたが、3月4日に解雇された。その後、8月14日にベースボールチャレンジリーグ、 b c リーグの群馬ダイヤモンドペガサスへ入団。7試合の登板で2勝1敗、防御率3.14と、まずまずの成績を残したが、11月2日に自由契約となり、対談が発表された。11月22日に行われた、2013年度、第2回12球団合同トライアウトに参加したが、獲得に乗り出す球団はなかった。1月、 2013年中に獲得を検討していた台湾プロ野球統一セブンイレブンライオンズへの入団を希望したが統一側は入団テストを行うことなく採用を見送った2月12日に BC リーグのシナのグランセローズに入団することが報道され2月20日に投資コーチ兼任で正式に入団シナの入団後はセットアッパーとして26試合に登板2勝1敗 防御率1.26の成績を残した。2014年7月21日、埼玉西部ライオンズが獲得を発表、2年ぶりに NPB に復帰することになり、翌7月22日に入団会見を行った。背番号は52。登録名は2010年から2012年まで使用していた小林博士になった。7月25日のタロッテ戦。 西武ドームで NPB では2011年10月4日以来、1025日ぶりに一軍登板を果たし、6回の1イニングを2、四九1奪三振の無失点で抑えた。その後は中継ぎとして15試合に登板したが、防御率7.94と不安定な成績だった。10月2日、球団から戦力外通告を受け、同月22日に現役引退を表明した。 1>, 1月8日、BC リーグ、武蔵ヒートベアーズの投手コーチに就任。5月8日、監督の星野治が退任したことに伴い、監督代行に就任。三妻拓也に、プロに行くにはスピードが必要と、オーバースローから、サイドハンドへの転向を進め、三妻の筋トレによる肉体改造も走行し、急速は10キロ近く上がって150キロに、 なり、2015年の NPB 育成ドラフト会議で、中日ドラゴンズから3巡目指名された。シーズン終了後の11月2日、2016年より、監督を務めることが発表された。武蔵では、代行を含めて、約3シーズン式を取った。2017年11月10日、監督退任が発表された。2017年11月29日、 ロッテ球団で少年野球指導を行うマリーンズベースボールアカデミーのコーチに就任することが発表された。請球よく低めにボールを集める投球が持ち味で球持ちの良さにも定評がある。ストレートは時速 150km 近い数値を計測し、変化球はスライダー、フォーク、チェンジアップを投じる。特に落ちる球が得意で、脱三振率が高い。 反射神経の良さから打球を足で止めようとして打撲することがある。かつてはサッカー選手を夢見たこともあり、無意識にトラップしようとしちゃうと述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。